新木彫り用水は埼玉県区喜市大田地区を流れる水路である。1959年に用水器設置を記念して建てられた記念碑。新木彫り用水は明治以前に新規用水の名称で改作された農業用水路である。今日の区喜駅東部は戦土期時代から人が住んでおり、新木彫り用水の北にある高輪で来石には古い地層がそのまま残っていて、 戦土期時代、縄文時代の遺物も見つかっている。この辺りには、紀元前100年頃に稲作が伝播したと考えられている。3. 江戸時代以降、この辺りは天領であり、江戸幕府により、時代とともに開墾奨励と開墾禁止が繰り返され、644. 開墾とともに用水と悪水堀が付け替えられていった。今日のこのりの河川名で、 オチのゴを含むものは、第二次世界大戦までは排水路として使われていたものがほとんどである。元禄六年の記載量と茎量をアルミズ彫り総論再挙絵図に描かれている基地羽村は、北部と東部をアルミズオチニー掘りに、西部と南部を中落ち掘りに囲まれている。これらはいずれもアルミズ彫りである。用水は、新川用水を水源とし、北西部のの茎村方面から引いていた。 647。しかし、江戸末期から明治にかけて、田畑が増えたり、河川の改修があったりして、用水の不足が目立つようになった。1875年頃の記録である、武蔵国軍村市には、江戸時代末期に、の区方面から新規に用水を引いた旨が書かれている。294。明治の初めには、青毛堀川から水を引き、昭和の初めには、 稲荷台用水などが設けられたが、依然として、水不足の状況が続いた。1954年、区町に下水道工事の認可が下り、整備が始まった。それに伴い、今まで排水路だった中落ち堀が用水として利用可能となり、ここに用水器をつけて新たな用水路が設けられた。これが、新規堀り水である。起点は、当時の区町に0線49で、 今日の九鬼市九東二の後にあたる、大ね東南東方面に流れ、その北にほぼ平行して流れる稲荷大用水と下流で合流し、そこから南下して中落ち堀川に落とされていた。新木堀用水の一部は新木堀用水の南に平行する排水路中堀落ちにも流された。1959年にはこれを記念した石踏みが建てられている。 新木彫用水は、主に、吉湯、西の青毛堀川より、西側の地域において、灌溉に用いられてきた。吉湯、西の主要灌溉水路であるため多くの支流を有していたが、現在は、流域の都市化に伴い支流の多くは埋め立てられた。かつて考えされていた地区は、吉湯あざ西、あざ前、あざ寺田、あざ沼向き、あざ山下、及び西である。現在では、 本流のほか、支流の内中内堀川へ至る支流、中堀内川へ至る支流の二分流が残る。なお、現存する流路、支流については、下記流路説を参照されたい。異性の流域は区画整理が終了しているため、あざなは現在用いられていない。あざなは、基地羽地内の公園の名称に残る。開局間の多くは、現代においても素彫りである。 現在、海峡の流域は土地改良地区である。また流域には絶滅危惧種などの希少生物が息づいている。自然観察会の観察場所にも選択されている。今日のイチョウ通り東側の海峡開始付近の地点において1984年より1988年に、かけぼたるの生息調査が行われた。その際に、流域周辺においた平家ボタルの生息が、 確認されている、分流支流区域東口周辺、ありがとうございます。